はい、名作映画の解説です。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はインターステラーという映画です。2014年のアメリカの SF 映画です。2000年代の映画ですけども、この映画は SF 映画の中でも非常に人気があります。内容は少し難しいですけども、分かりやすい部分を中心に話をしたいと思います。あらすじですけども、非常に長い映画で2時間50分ほどありますので、簡略して話をしたいと思います。元宇宙船のパイロットのクーパーが主人公です。彼は農場を経営していまして、15歳の息子トムと10歳の娘マーフと父親と一緒に暮らしていました。世界は異常気象によって巨大な砂嵐が襲ってきたり、人類は滅亡の危機にさらされていました。家の中では部屋の本棚から本が勝手に落ちる現象が起きていました。娘のマーフは幽霊からのメッセージだと思っていました。ある日クーパーは部屋に砂嵐の砂が入った時に床に不自然な筋ができているのを見つけました。それは座標だったんです。そこにマーフと一緒にトラックに乗って行きます。そこは NASA の秘密施設で、ブランド博士とその娘のアメリア、このアメリアがアン・ハサウェイが演じています。その二人がいました、まあ、他にも研究員がいましたけども。で、ブランド博士は地球が危機に陥っているという話をします。で、クーパーはそのブランド博士から人間が住める惑星を探しに行ってくれということを言われます。すでに何人かが10人ぐらいの惑星に送り込まれています。ワームホールをくぐれば他の惑星に行けるのです。しかし惑星に行ってもいつ戻って来られるかわからない任務でした。クーパーは娘と別れることに不安がありましたけども、最終的に任務を引き受けることにしました。娘は行ってほしくないと必死で訴えました。クーパーはいつか必ず戻ってくる、帰ってくると言って出かけました。そしてアメリアとロミリー、ドイルの3人と一緒に探査船に搭乗して宇宙に出ました。そして宇宙船エンジュランスとドッキングをします。その宇宙船はワームホールを通り抜けて、ラダロ計画の先駆者の一人で、いるミラー飛行士がいる水の惑星に行きます。ロミリーはブラックホールの影響で超重力が時間の流れを遅くしていて、水の惑星での1時間は地球の7年間に相当するというような話をします。1時間が地球の7年間になるわけなんですね。ドイル、アメリア、クーパー、それとロボットは、その探査船で水の惑星に降り立ちます。しかし間もなく巨大な波が襲ってきます。そしてドイルが死にました。で、クーパーらは宇宙船に戻りますが、そこに待っていたロミリーはすでにかなり年を取っていて、実は23年もの時間が、年月が流れていました。クーパーはこちらから送信できない地球からの受信で23年分のビデオレターを見ます。それによって自分の息子と娘のマーフが成長していくのが分かります。そうして自分がもう地球に長年の間戻ってきた、来ていないので、もう諦めているような、そういうことも感じ取るんですね。で、地球では娘のマーフが地球を出た時の父のクーパーと同じぐらいの年齢になっていて、ブランド教授と共に重力の研究を行っていました。で、そのブランド教授も高齢で、間もなく亡くなってしまいます。で、マーフはアメリアにブランド教授が安らかな死を迎えたことを報告するためのビデオレターを送信します。で、一方宇宙の中での宇宙船はマン博士の待つ氷の惑星へと進むことになりました。で、今度はこの氷の惑星にでの出来事になるわけなんですけども、そこにいたマン博士という人がかなりちょっと難しい人間でして、トラブルになってしまうんですね。そうして宇宙船が大きな損傷を受けてしまうわけなんです。
で、それによって燃料と酸素がほとんどなくなってしまって、地球へ戻ることとかができなくなってしまうんですね。で、クーパーとアメリアは宇宙船をブラックホールの近くに接近させて、エドマンズの惑星の方に向かいます。で、今度は50年後の未来に飛ぶことになります。で、クーパーはアメリア一人を宇宙船に残して、彼女一人にミッションの全てを託して、その先ほど言いました新しい惑星ですね、エドマンズというそういうところに行くように言います。で、クーパーとロボットはブラックホールの中へと落下していきます。で、そのクーパーとロボットがブラックホールの中で体験することなんですけども、無数の立方体の施設が折り重なったような四次元の超空間というような不思議なところに行くんですね。で、そこからクーパーはマーフの自分の娘ですね、自分の娘のマーフの部屋を見ることができたんですね。で、そこで地球の過去、現在、未来全てとつながっているということを発見します。で、マーフの部屋を見るんですけども、ちょうどその本棚ですね、本棚から覗き込むような形で見えるんですね。で、重量波を操作して本棚から本を落とすことによって相手に知らせようとするわけなんですね。それは以前地球にいた時に本棚から本が落ちていたのと同じなんですけど、あれは実は自分が宇宙の彼方からしていたことだったのですね。この辺が非常に怖いところですね。で、そうして、マーフと交信をしようとするんですけども、うまくいきません。で、今度は、ロボットに収集させた特異点のデータを使ってモールス信号で表現しようとします。で、成長したマーフが家に戻ってきて、幼い頃に部屋で起こった重力現象が父親からのメッセージだったことに気がつくんですね。で、秒針の動きからそれがモールス信号だと読み解いて、その特異点のデータを使い、マーフはブランド教授が成し得なかった重力問題の答えを見つけるわけなんです。で、その瞬間にこちら側にいるクーパーの方の四次元空間が、閉鎖し始めて、クーパーは土星に着いた時に入ったワームホールの中に吸い込まれていきます。で、その後パッと画面が変わりまして、クーパーは巨大スペースコロニーの内部のある病室に寝ているところで目が覚めます。彼は宇宙に放り出された時に、その時に探索中だった宇宙船にたまたま発見されて救助されていました。で、娘のマーフの功績でスペースコロニーの建造がされていて、それが成功して地球の人類が救済されたのでした。で、クーパーはコロニーの病室で、年老いたマーフがいるということが分かって、その部屋の中に入っていって再会をするんですね。周囲には大勢の家族が見守っていました。で、マーフはかなりの高齢でベッドに寝たままなんですね。で、もう死期が迫っているようなそういう年齢で、そういう状態だったわけなんですね。で、クーパーは約束通り戻ってきたということを言うんですね。で、マーフはずっと父が帰ると信じていたと言います。しかし、ここで、私を見とるんじゃなくてアメリアのところに行ってほしいというわけなんですね。で、彼女は遠い宇宙の惑星で一人で待っているということなんですね。それを聞いてクーパーは小型宇宙船に乗って、アメリアの元へと宇宙へ飛び立ちます。というところでこの長い映画が終わりになります。で、この映画のポイントですけども、この映画は宇宙や時空を描いた SF 映画というよりも、父親と娘の別れと出会いの物語と言えると思います。宇宙に出ると1時間が地球の7年間になり、自分はいつまでも年を取らない。で、ブラックホールから見た地球では娘がどんどんと年を取っていくのですね。この辺りに宇宙にいることの孤独感を感じます。
そして地球に帰ると10歳だったあの娘がおばあさんになっていたというところですね。まるで浦島太郎と同じような話ですね。で主人公はもう一人宇宙に残っているヒロインの元へと向かいます。もうそこしか自分の居場所がないわけなんですね。自分が存在できる場所というのはもう地球にはないと多分感じていただろうと思います。このラストはショーシャンクの空にのように2人の再会を暗示して終わっていましたというところで、この映画の説明を終わりたいと思います。この映画の感想などぜひコメントを書いていただきたいと思います。ではまた別の作品でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。